そしてあの建物の方はどんな構造になっているんですか？建物はね、まあ言えば武家屋敷ですね、松陰造りみたいな感じになっております。でこれは、江戸時代の中期に、はい、あのこれを普請したという文書が残っておりまして、なのでそれをもとにいろんな方がその時代の柱の細い柱なんですね、割とね。でこんな細い柱で大丈夫って、まあ、あの皆さんおっしゃったんだけど、その柱の太さがね、その頃の法律で決まってる太さらしいんです。だからそれがその文書によって何年に普請したっていうのが分かるもんだから、それからこう裏付けてそういう太さにしてあったり、で古い部材をたくさん使っておりますので、針であったりね、柱であったり、継ぎはぎなんだけれども、それは古いものを使っているからなんです。なのでその南の座敷の庭から見える方の側の屋根は瓦も古いものを使っております。ということは、まあ、当時の趣というものもたっぷり感じられるわけですね。そうですね、本当にもう蘇った鈴木屋敷という感じがね、あの見て取れると思いますので、まあ、改めてお披露目がいつ頃か教えていただけますか？はい、一般公開は4月の1日からでございます。はいはい、でその前に3月30日に、まあ、関係者をお招きして、あの竣工式が行われます。4月1日以降は一般の方も入れるようになるわけですね。そうです、あの、まあ、維持管理の協力金として、まあ、配管料として、まあ、300円頂戴するんですけれども、4月1日からは鈴木屋敷と、あのうちにはその熊野信仰ゆかり の、はい、あの藤城寺跡でございますので、権現本堂と神社ですけれども、その神仏集合の名残がもう目に見えて残っているんですね。権現本堂という建物に熊野三山の本寺仏が残っております。こちらも、まあ、平安末期の動物で、はい、なかなか貴重なものなんですが、そこと合わせまして拝観していただいて、で専門のスタッフがと偉そうに言いましても、まあ、あの人手がないとき私が参るあの専門のスタッフがあの何人かおりますんで、ご希望があればこの藤城王子宿としてご案内をさせていただいて、ぜひぜひ本当にあのいらしてくださいと思っております。仏様に関しては私も以前来た時に拝見させていただいたんですが、はい、阿弥陀薬師千手観音と、まさしくこの熊野の本地仏なわけですね、こちらも文化財なんですよね。そうです、あの県の指定の文化財になっております。でもあの平安末期の動物でございますし、これはね今奈良大学にいらっしゃってる大河内先生の鑑定 で、で、まあ、熊野三山の本地仏が、あの一つのところにちゃんと祀られてるっていうのはなかなか貴重なんですね。でなかなかこの来歴をねあの立証できるその歴史的な資料がね存在しないんだけれども、ここに残ってること自体がやっぱり貴重でございますんで、これもまたまだまだ私の研究の余地がたくさんあって、もう私にはロマンの塊でございますけどもね、いろんなあれがございます。ただまあ本当にこの三山の本地仏がお祭りされてるってことだけでも、この藤城王子というのが五体王子というね、九十九王子の中でも数え王子の中でも特別な王子だったという、まあ証になるかと思います。鈴木屋敷はもちろんですが、ぜひこちら藤城神社の方もですね、足を運びいただいて歴史のロマンに味わっていただければと思います。ちなみにこの鈴木屋敷の方は定休日や拝観できる時間帯というのはもう決まってるんですか？はい、鈴木屋敷は、一応拝観時間が10時から16時になっております、はい、で休館日は月曜と火曜日になっております、はい、ただまあ神社の方は365日、まあ、ここも社務所に人がいるのは9時から16時までは人がおりますということになっておりますが、鈴木屋敷は基本的に休館日ですけれども、あの神社の方は365日誰か人がおりますので、はい、仏堂の方はいつでもあのご希望があれば拝観できますし、いろいろまたご相談くださいって感じです、はい、ありがとうございます。もう一つちょっとお伺いしたいのがですね、あの戦国時代の武将で、まあ、有名なの埼玉五一という鉄砲集団の方がいらっしゃいますが、この方、本名が鈴木重秀だったと思うんですけども、それもまたこの鈴木と重の字というのは、この海南 の鈴木家の由来に、関係があるんでしょうか？そうですね、埼玉五一の埼玉は、まあ、埼玉っていうところに、うんうん、こう住まわれたからみたいになってますけれども、元をたどると鈴木さんで、鈴木孫一さんで、ただ、まあ、埼玉五一になりますと、もう埼玉五一集団というかな、誰がというわけではなくって、本当に何人かね、いろんなエピソードが出てくるので、だから逆に混乱するかもしれないんだけれども、埼玉は鈴木の流れであるっていうのは、まあ、そういう研究をなさった方がいらっしゃいますんで、鈴木孫一、埼玉五一はこの藤代の鈴木からこう出てるでしょってことになってきますね。それではリスナーの皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、
4月1日から何年も悲願でございました鈴木屋敷が完成いたします。ぜひぜひお越しいただきましてご覧いただきたいと思います。藤代神社は藤代神社というよりも熊野信仰の中の藤代王子跡、五体王子藤代王子跡として捉えていただく方がいろいろな歴史やその地に宿る文化が分かりやすいと思います。ぜひぜひお尋ねくださってそういう文化と歴史に触れていただきたいと思います。お待ちしております。今回お話を伺わせていただいたのは藤代神社の権禰宜で学芸員和歌山県世界遺産マスターの中井真理子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。